はい、はい、お疲れーす、今日はですね、またまた来ました、はい、気づけレクチャー動画第2弾、はい、今日どのお店の今日は、はい、あの皇室の佳子さまのこの前ね、やってたあのふくらすずめをやりたいと思います。ふくらすずめ、はい、ふくらすずめ、初めて聞く名前やね。いや、そんなのあんの、はい、それはあれだね、みんな知ってる、皆さん知ってますどう、どう知ってます知ってますどう、何なんそれ出た、今日も出た。なんか着付け師の人やったら、まあまあまあ皆さんまあご存知のあのその形の名前らしいですわ。はい、はい、ね、今日はそれやっていきますか。はい、はい、でこれがあれ、なんかパターンがあるんだよね。パターン、パターン、なんか3パターンぐらいあるって言うてたよ、うん、うん、だそれをあるんで、まあ3つに分けてね、もう一個長いんでね、うん、あの3つにポンポンポンと分けて、はい、取っていくんで、はい、また、お好きなやつを、ね、見ていただけたら、はい、ね、はい、やっていこうと思います、はい、それではオープニングいきましょうか。はい、はい、ではオープニングどうぞ。はい、よいしょ。はい、では、初めは佳子さまがしていた四つひだのふくらすずめを していきます、まずは、帯の下準備をしていきます。でまず手先の方に、からの仕込みをしていきます。まずは25センチで折ります。裏向けて、裏向けてね、25のところで折ります。でそのまま四つひだなので表を向けて、まあ、半分に折ります。半分に折ってそのまま山谷で折ってください。山谷っていうか山折り谷折りで折ります。でピンチをつけておきます。でここも置くようだったらピンチをつけてもらったらいいです。で裏向けて反対も同じように折ります。はい、で、折ったらこういうカラーバンドがあるんですけど、それで留めていただいてもいいですし、もし現場とかだったらこんな輪ゴムを使って、大体ちょっと強度を保つために輪ゴム2本の方が強いので、こういう感じで止めていただいて、こんな感じでセットしとくとね、崩れないのでいいと思います。はい、じゃあ手先の仕込みが終わったら、次は垂れ先の仕込みでいきます。で、垂れの方の仕込みは、ここの端から一回三角形に折って、もう一度三角形に折ったら、ここが60センチです。この幅が30センチなので2回折ったら60センチで、ここのところにまず印を打っといて、でそのままひっくり返します。ひっくり返して手前から3分の1折って、そのままもう3分の1、きれいに折っておきます。でこのまま箱ひだを作っていきます。こういう感じで広げます。広げてここにもクリップで留めておきます。でちょうどこの
このここ接点になっているところはちょうど平行になる方が綺麗です。でここにもピタッとなるようにこういう感じでギュッとしないようにここで留めておきます。振り袖の帯幅が18センチなのでここで柄止まりのところがちゃんと18センチになるようにで留めておきます。はい、であとは巻いていきます。巻いていくのにキューブ畳をしていきます。では巻いていきます。ではふくらすずめは大太鼓なので柄止まりは背中心です。でここで三角に手先を上げます。でここで一締めします。はい、ではここで板入れていきます。後ろ板だけ取ります。でここでもう一締めします。でこのピンチで下を留めておきます。で少し上を折ってでそのまままっすぐ上げます。三角形に折ります。で先を下ろしてで仮紐で留めておきます。では後で外す分です。でこのままこのままの流れでこの垂れ先のハコヒダ作ったところに針紐を置きます。でこの留めたゴムが出ないように背中に置きます。で仮紐の縫い目は脇の下に入るようにしてもらってこの帯の中に入れます。でこれは後から刺繍するのでこのままくるくるっとして背中心に絵物のところに留めておきます。次が手先がこう上がるようにこっちが四つ膝で出したいのでこう上がるように一番手前に引っ掛けます。はい、では、こっちの右羽と同じひだを作っていくのでこれが中に入ってますが広げていきます。広げたものをこのまま左肩に縫っていきます。でこの右羽と同じ高さこことここが同じ高さになるように合わせてで
下と上が綺麗になるように揃えます。でそのまま半分に折ります。で四つひだを作っていきます。折り下げて折り上げて、こっちも折り下げて折り上げて四つひだにします。で、四つひだを作ったら、ゴム、さっきと同じ要領でゴムをつけていきます。で、1本目に通したので、これは2本目に通します。で、こことここが手先とタレのひだが揃うように同じ高さになるように折っていきます。で、この中の余りはきれいに感じに収めておいて、で、ここで枕をします。で、折り上げをしたら、この垂れ先を下ろしてきます。羽の位置と長さを均等にして、この太鼓になる部分もきれいに整えて、で、太鼓を作っていきます。で、帯揚げは入り組みします。そして最後に、この部分が出ていたら中に三角に折ります。30カリ紐が見えてる場合は帯揚げで隠してください。はい、はい、どうもお疲れ様でした今日もお疲れ様でしたこれね、加護さんがやってたやつ、はい、何だっけ、ふくらすずめ、ふくらすずめの四つひだバージョン、四つひだバージョン、はい、で、これのちょっとポイントは、ポイントはね、ふくらすずめはすっごい難しくって、左右対称にするのがポイントです、うん、らしいですよ。なんでその辺をね、ちょっとね、要点をね、頭に入れて、はい、練習してみてください、うん、で、これのまた詳しい、解説はね、ブログの方でもやりますん で、はい、でまた分からへんことがあったら、コメント、SNS でもね、コメントいただけたら、回答していきたいと思います。と、はい、いうわけで今日は終わりましょうか、はい、じゃあ、ね、画面が入れへんから ね、 ちょっとねしんどい、Cさん、締めどうぞ。はい、いつもご覧いただきありがとうございました。今日は着付けの第2弾ということで、ふくらすずめをしました。はい、はい、では、ぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。お願いします、いいねボタンもお願いします。お願いします、コメントもたくさんお待ちしてます。はい、お願いします。はい、はい、ということで終わりましょうか、はい、次、第2弾、はい、このままはい、いきましょうか、はい、はい、ということで今日は一旦終わります。はい、お疲れです。